じゃあ録画。かくれんぼやります。あー、いい感じ、いい感じ。馴染んでるんじゃない。馴染みましたね。これいいじゃん、めっちゃ、ね、インド人、インド人。早速、じゃあ探しに行きたいと思います。はい、かくれんぼの、時間が開始されました。覚悟しとけ、お前ら。じゃあ録画。はい、ということでタクトさん、早速探しに行きたいと思うんですけど、どういう作戦で行きますか。とりあえず近場から。なるほど、じゃあもう結構しらみつぶしに細かく行って探していくから。結構人混み多いんでね、ちょっと細かく見て、はい、探していきたいと思います。いやにしてもチャンドニチョーク来たことあります？いやこの辺はね、こっちの方はあんまりないかもね。なるほど。人多いね、寺院が近いから。そうそうそう、探しづらいかもね。そうだね。で、結構ね、ちょっとさ、まあ、20分で時間があったから、みんな、なんだろう、変装とかね、してると思う。ただもう、本当は普段ね、いるグルガオンとは違ってザ・インドで感じるよ ね。意外と30分制限時間だよ。並んでんじゃないの、並んでんじゃないの。はい、なるほど。そういうのいるんじゃない。浮かぶね。ちょっとイージーすぎるよね。多分ね、結構そうであったから、うん、割と手の込んだことも同じ適当な気がする、うん、特にね、なんちゃん確かに最初はね、多分気合入ってるから知ってると思うんだけど、この辺は人が少ないから田舎さんでね。この辺はちょっと空いてるもんね。そうそうそう、開けてるから。まあ自分だったらどこに隠れるかみたいなところでね。そうね。いや俺結構ね、そのなんだろう、その辺で座ってるとかで全然あると思う、うん、いやすごいっすよマジで。俺とゼリー、今日ね、たまたま涼しくて、今大体昼の12時ぐらいなんですけど、いや良かったよこれ。マジで真夏になったら死んでるよ。死んでるね。車も多いから、うん、でけどさ、ちょっともう半分ぐらい歩いてくる。もう歩いて、もう全然ピアだったけど、だっているどこに。しかも2人で隠れてる。そうそうそう、2人するから結構なスペースが必要だと思うんだよね。やっぱね、この辺の露店ね、一層だけ。そうじゃ渡ってそうだけどね、あっちにね。ああ、そう、多分ね、俺らのこと多分ね、見られてる可能性あるんだよ。うん、そうだね。全然。いたいたいたってなってるだろうね。え、マジでいなくない？ブロック。あとなんか、俺らのことを見つけて後ろで歩いてる可能性もあるんだよ。それもあるかも。警戒しつつっていうのもしなきゃいけないんだけど。え、いなくない？マジで。どこに？でも結構隠れていいエリアが狭いから、そうそうね、すぐ見つかるとね、もう一人ぐらい見つかっても、なんかマジでリアルウォーリーを探せみたいな。うん、いないぞ。さっきのあのベタンベタン、え、ジャパンジャパン、おう、どけよ。イエス、インドアベイ。イエスイエス、インドアベイ。インドアベイ、インドアベイ、インドアベイ。あ、新宿ね、アベね、アベベだ。あ、いましたいました、あそこあそこ。どこ、あ、なんか乗ってません、誰か。お前、え、しかもなんかさ、着替えてるぞ、あいつ。ちょっと仕込んで、持ってきてたのかな、買ったのかな、わざわざ。何、あいつは動かないか。え、デートしてんの。え、乗りたいな。あ、はい、乗り目発見しましたよ、マックス。早すぎる。いや俺だって歩いてきて全然いなかったもん、ね、早すぎるよ、早すぎる。え、てかこれ買った、買ったんだ。可愛くないよ。ピカソ合わせ700ルピーや。これ力車は買収してんの。買収してる。でもお金を払ってない、別に待たしてって言って。いいやつなんですよ。フレンド立ち会いしたね。はい、ということでちょっとお二人には集合してにお戻りいただきます。はい、会議いただければ。誰かいないよね。まだいない、君たちがね、会議発見してましたね。第一発見者だけど、結構見逃してんじゃないかなと思ってるから、なるほどね。ちょっとね、はい、引き続き探していきたい。僕らちょっと戻るって感じで、はい、バイバイ。じゃあ頑張ってね。頑張ってください。はい、
い。あっちまで見に行く？さっきの。あっち、いやけど多分この通りだから。この通りから行くよ。逆の通り行く。どこにいるの？次ね、あの今撮ってから10分経ったんですけど。まだ1人目ということで、ね、ちょっとペース上げて10分で1人見つける感じでね、行ったなと。そろそろちょっとさ、奥さん怪しい怪しい、なんか物声なのにさ、めちゃめちゃ綺麗だけど、ちょっとめちゃくちゃ怪しい人いる。え、君たち貧しいです。怪しい。はい、ラバーさんとあれから集中さんですかね。いや、こんな近くにいると思わなかった。はい、分かったね。だって、赤すぎるもん。めっちゃ綺麗だよ。いや、一緒なんだよ。なんか、こうやって見ててなんかいねえかなと思ったら、あっからさまに服綺麗なボロゴがいたから、やっぱ、はい、俺気づかなかったな。嘘。うん、あの、はい、ということで、2人目も無事に来てます。集合してお踊りください。2人目見つけたんで、最後、翔吾を見つけたいと思います。いや、楽しい。俺ここまでやったのに。これちなみにいくらですか？これ1個400ルーピー。安っ。安い。じゃあ、ロゴが。はい、ということでね、あの、2人目見つけたんでね、まあ、ちょろいっすね、本当に。はい、あと、翔吾なんだけど、難しいとこはね、翔吾1人なんだよね、あいつだけ。狭い隙間でも隠れちゃう。そうそうそう。どこだろうな、全然見当たらない。そう、なんかね、意外とその辺に座ってるんじゃないかなっていうので、俺の中ではあるんだよ。どこだろう、いない。いなくないけど、多分さ、あともこっちしか行けないじゃん。うん、いないぞ、あいつ。やべえな、あと15分ですよ。今、あっち側じゃない？あっち側？この、あの、絵があったあたり。ああ、ちょっと行ってみようか。確かにね、けど、一番隠れそうなあの辺なんだよね。翔吾くん、出ておいで。翔吾くん、出ておいで。ちょっと僕のポイキングが相当いいらしい。人気者ですよ。どこにいんだな、あいつ。いないぞ。こっちの絵の方。うん、こっち側ですか。この隙間とか、隙間にいるんだよ。いや、まさかね。いや、さすがにないよね。どこにいんだ、あいつ。こっち側もギリありだから。そうだね、こっち行けないか。ないよね、けど。ちょっと戻ってみますか。うん、戻ってみよう。どこだろう。いや、ちょっと翔吾さん、なかなか強敵ですよ。いなくない？戻るしか。そう、多分ね、戻るしかないんだよ、もうエリア的に。あいつ実は入り口の方にいたとかって説ある。あれ、見つかった。どういうこと？なんで？急に簡単に見つかる。急に簡単に。何した？飲んでた。え、どこにいたの？え、俺なんかこの辺歩いてた。なんだよ。早いよ。君たち最後です。君最後です。最後？もう見つかった。もう2人見つけました。え、もう見つけたの？うん。やば。え、もう全員見つかったの？なんかラスボス感でね。そう。こんなとこにおったんかで終わりたかったのに。普通にいるっていう。はい。翔吾さん、なんとフレッシュライムソーダを飲んでる。はい。美味しいです。やっぱね、会計書手にかかればこんな簡単なんですよ。さすがですね。まあ、監査してるだけありますからね。そうですね、はい。じゃあ、ロゴが。はい、というわけでですね、僕ら、隠れてたわけなんですけれども、はい、見事に全員、時間内に行かれました。だってね、あからさまにみんな好きで。それは分かる。ごめん、いやちょっと次回
回はね、もうちょっとしっかりと服装とか、あと隠れ場所とかね、ちょっと戦略を練って、絶対見つからないようにね、していこうかなと思うんで、この動画気になった方はね、ぜひね、チャンネル登録といいねと、それから各一緒 SNS のフォロー、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、というわけで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ、チャロ。今日は見てくれてありがとうございます。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録、いいねとコメント、 SNS のフォローよろしくお願いします。